歴史的大金星を挙げたカタールワールドカップにて、三笘薫や堂安律などの活躍が目立ちました。その一方で、この選手、メディアの評価ほど活躍してなくない?といった選手がいたのも事実です。そこで今回は、勝てばお祭り、負ければボロクソ、ワールドカップでの活躍を疑問視される選手4選をお届けします。決して選手批判ではなく、今後の活躍を期待するものとなっていますので、ぜひ楽しんでいってください。浅野拓磨。ジャガーの愛称でブンデスリーガボーフムで活躍する浅野は、俊足を生かして相手の裏に抜けるプレーを得意とするストライカーです。カタールワールドカップでのドイツ戦では、途中出場ながら何度も浅野が得意とする相手陣内に深く侵入するプレーを披露、シュートも積極的に放ちました。そして83分には板倉滉からのロングフィードを完璧なボールコントロールで足元に収めた浅野。まさに神業を本番で出した浅野は何かを持っている気がしますね。そして相手ディフェンダーニコ・シュロッターベックに競り勝ち、見事に歓喜の決勝ゴールを挙げました。このことについて、コンサドーレ札幌などで大活躍した元イングランド代表ストライカーのジャイ・ボスロイドは、日本の全5得点の中でベストゴールだったとし、日本が0対1で負けているとき、私を含めた全員が最悪の事態を恐れたと思う。だが後半の日本は素晴らしく、あのゴールで締めくくった。まさにベストモーメントだ。見ていて鳥肌が立った。最高の瞬間だった。日本はドイツやスペインのような強豪と対戦するときこそ素晴らしいパフォーマンスを発揮できると高く評価しています。それまでゴール前における精度は物足りなかったと言わざるを得ない点もあった浅野ですが、逆転のゴールを挙げ一躍スターダムにのし上がりました。しかしドイツ戦とは打って変わって、次戦のコスタリカ戦、スペイン戦、そしてクロアチア戦でのプレー評価について、サッカー専門のネットメディアフットボールチャンネルは、コスタリカ戦では後半スタートから出場し、スピードを生かしたプレスでコスタリカの最終ラインを脅かすこともあった。しかし肝心なゴール前での仕事は果たせずと、ドイツ戦後で期待値が高かっただけに残念な印象。続けて、続くスペイン戦でも途中出場、ボール非保持時は相手の攻撃の起点を徹底的に消していた。しかし70分の三笘からの絶好のクロスを滑って枠外に飛ばしてしまった。フォワードとしてしっかりとミートさせてほしかったところだったと、フォワードとしての役割を果たせていなかったと厳しい評価。2試合連続で好機を逃したのはドイツ戦で運を使い果たしたのかもしれません。クロアチア戦では64分からピッチに立つも、ほぼ何もできていなかったと言っていい。約60分プレーしてシュート数も0本と、あまりに不甲斐ない出来だ。まさにシンデレラボーイからの大転落。個人的にはコスタリカ戦でどうしても1点が欲しかった場面で取れなかった部分で、フォワードとしての役割を果たせなかったことが残念です。そんな浅野は自身のプレーを振り返り、途中出場で勢いをつけないといけない中でも、なかなかそういう仕事が果たせなかった。もっともっとやらないといけないだろうっていうプレーだったと思いますと、世界最高レベルに歯が立たなかったことをコメントしました。しかしワールドカップ後のドイツ紙レビエスポーツは、カタールワールドカップでの活躍により、浅野の市場価値が300万ユーロから400万ユーロに上昇したという。ボーフムに所属する選手の中では、ゲリット・ホルトマンの450万ユーロに次ぐ2番目に高い市場価値には予想外のアップだと驚きを見せています。そんな浅野は2月5日のホッフェンハイム戦で今季初ゴール、相手ディフェンダーをシザースフェイントでかわし、ゴールキーパーの股を抜く左足シュートで初得点をマーク。現在10試合1得点と考えると、フォワードとしてはもっと数字が欲しいですね。ドイツ戦で逆転ゴールを挙げ、ドイツ紙でも驚かれるほど何かを持っている浅野。4年後もフォワードとしてメンバー招集されるには、なかなか厳しいスタートではないでしょうか。上田綺世。上田は2017年12月に東京オリンピックを目指すアンダー20日本代表に法政大学在学中に招集されて以降、ポイチこと森保一監督に重宝されてきた選手です。鹿島時代ではリーグ戦29試合で14得点を挙げるなど、日本では希少な大型ストライカーとして活躍。移籍先のベルギー一部リーグでもリーグ戦6試合で5得点と、まさにゴールハンターとして結果を残し続けてきました。満を持して迎えたワールドカップ本番、しかしゴールを求められたコスタリカ戦に先発出場するも、得意のゴール前での見せ場はほぼゼロ。前半での交代は上田自身もショックだったに違いありません。そんな上田に対して SNS 上では、上田何もしてないやん、別人かと思うほど下手など酷評の嵐でした。しかしワールドカップでは不完全燃焼だった上田は、現在所属するサークルブルーヘにいち早く合流し、ワールドカップの鬱憤を晴らすような活躍を見せます。2月4日に行われたスタンダールリエージュ戦では先発出場し、スローインから中に回ってきたパスを振り向き豪快腰回転シュート、まさにザ・ストライカーのようなゴールを決め、なんとか引き分けに持っていき、チームのピンチを救っています。
この日まで3試合連続ゴールを記録しており、今シーズン10得点と2桁を叩き出しています。何度見てもここからシュート打つの?と思わざるを得ない、まさに理不尽シュートですね。ワールドカップ後の上田の活躍に対して、サークルブルヘの幹部カルロス・アビナスポーツディレクターは、我々は全員を必要としているし、上田康についてももちろん必要不可欠な戦力だ。彼とはカタールワールドカップ後すぐにチームに戻ることで同意していたんだと、上田のパフォーマンスや姿勢を高く評価しました。生粋のゴールハンターである上田自身も、チームとしても個人としてもうまくいくかいかないかは試合ごとにある。どんなに状況が悪くても自分がいい局面を作れれば点が取れるというのが僕のフォワード論。可能性的に点を取れない試合はない。それを自分の中で見出す努力をしていきたいと語っています。個人的にはまだ24歳と若い上田には、今回のワールドカップで苦汁を飲んだ経験が次のワールドカップで活かせる方になってほしいですし、希少な大型フォワードとしてビッグクラブへの移籍も果たしてほしいですね。鎌田大地。カタールワールドカップでは日本代表の中心となることが期待された鎌田でしたが、攻撃面で思うような結果を残せないままカタールの地を去ることになりました。しかし守備での貢献度はとても高く、スペイン戦に向けてフランクフルトで勝利したバルセロナ戦での戦術をチームに提案。最終的にその形が功を奏して歴史的勝利につながりました。試合中も様々な声を代表メンバーにかけ、鎌田の自信と静かな勝利への思いは日本代表の力になりました。ところが元 J リーガーで元イングランド代表フォワード J は鎌田に対して、鎌田は十分な活躍もできず好機も作り出せなかった。大会の終盤、私はなぜ彼がプレーしていたのかわからなかった。いいプレーで違いを生み出していた三笘薫を外し、パフォーマンスの悪かった鎌田を起用していたのはどうしてだろうか。それは彼への肩入れなのか、評判だけで選んだのかと、大活躍した三笘と比べ厳しい評価を下しています。また J は、いいプレーやパスもあったし高い技術も見られた。昨季のヨーロッパリーグ覇者のフランクフルトで活躍しているのを見ているので、鎌田に実力があることはみんな知っている。だが今回のワールドカップでは試合にいい影響を与えられなかったし、得点やアシストも記録していないとし、最後には日本代表で最も輝けなかった選手だったとコメントしました。一方、鎌田の不調説について元日本代表レジェンド本田圭佑は、本人が気づいている通りじゃないですかね。微妙なとこがずれて技術的なミスが多かったですね。紙一重がいい方向に来ないのは不調と言わざるを得ないと気遣うコメントを残しています。そんな鎌田自身も自分の実力不足と不調だったことを否定せず、次の戦いに向けてフランクフルトへ戻りました。そしてブンデスリーガが再開され、鎌田は吉田麻也のシャルケ、堂安律が所属するフライブルクと対戦。早くも日本人対決が注目されました。しかしシャルケ・フライブルク戦と2試合連続途中交代となった鎌田に対し、地元メディアフランクフルターロンドシャウは、特に目立たなかった。シャルケには邪魔をされ、アイデアも乏しく、時にはプレーもおろそかになることもあった。と、鎌田が不調であることを示唆し、加えて、ワールドカップで活躍した選手だが、それほどの栄光はない。デュエルで消耗し、足元でボールを受けてもあまりリフレッシュできない。失点シーンではギンターに無防備にヘッドを打たせてしまった。と、チーム最低の評価点と厳しい寸評を記しました。しかし徐々に調子を取り戻しつつあった鎌田は、1月28日のブンデスリーガ第18節対バイエルンミュンヘン戦に途中出場すると、ディフェンダー2人を引きつけたノールックスルーパスを通して同点弾をアシスト。これにはサポーターからも、ワールドクラスだ、鎌田からなんてアシストだ、鎌田があのパスで驚異的な仕事をしたと絶賛の声が上がりました。昨季まで10期連続でリーグ優勝を果たし、今季も首位を走る強豪相手に貴重な勝ち点1の獲得に貢献したことで、復調の兆しが見えたのかもしれません。こうした選手へのコメントを見てみると、活躍すればお祭り騒ぎ、不調だと批判の嵐。スポーツ選手の世界はやはりシビアですね。個人的には次のワールドカップでも日本代表の主軸となる選手だと思っているので、一日も早く不調から脱出し、ワールドカップ前に見せた鎌田大地に戻ることを期待したいですね。南野拓実。不調といえばこの選手。昨年夏からモナコに移籍して以降、パフォーマンスが芳しくない状況が続く中で迎えた初のワールドカップ。ドイツ戦ではゴール前へ速いボールを送り、堂安の同点弾をお膳立てし、守備でも持ち前のフィジカルと戦術理解で仕事をきっちり果たしました。ただ大会を通じて試合出場時間が1試合にも満たなかったのは、南野にとっても不本意な結果になったと思います。それだけに良くも悪くも評価される的に挙げられていないことが一番の酷評ではないでしょうか。それでもリバプール時代に南野と共闘したクロアチア代表ディフェンダーデヤン・ロブレンは、僕は南野とプレーしたけど、彼はファンタスティックなプレイヤーだし、一人の男としても素晴らしいんだ。試合後に会うことはできなかったけど、彼からお祝いメッセージをもらった。僕を祝福してくれて、ワールドカップ勝利に向けて幸運を祈ってくれたんだ。そのことは彼の人柄を語るに十分だろうとコメント。また SNS でも、
途中出場でどうにか前を向こうとしたり、 PK 戦で誰も手を挙げない中、最初に手を挙げた南野にはこれからも期待したい。南野に関しては起用方法とかもあるよね。まるで南野陽子ばりに南野陽子は気になるところですね。しかし地元メディアはそこまで甘くありません。フランスのメディアフットメルカートはワールドカップ後のリーグワン再開を前に、期待外れとなっている今回の新戦力11人と題した特集を組みました。そのウイング部門に南野の名前が入っています。名門リバプールからの移籍とあって、モナコ陣営の期待は間違いなく大きかったはずです。しかし即戦力としての活躍が期待されていた中、なかなかアピールできませんでした。フットメルカートは紙面上で、南野はザルツブルク、リバプールで見せたクオリティを発揮できていない。9試合で1ゴール3アシストと壊滅的ではないが、課せられた期待に比べるとパフォーマンスは不十分だと伝えています。これも日の丸の10番を背負う重圧でしょうか。個人的にはクロアチア戦での PK で自ら1人目に立候補し、失敗に終わっても挑む気持ちは何者にも変えがたく、この男気ある行動が未来につながっていくと信じたいですね。いかがでしたでしょうか。日の丸を背負う選手ともなれば注目されるのは当たり前、ましてや活躍するのも当たり前に見られる厳しい世界に身を置く選手たち、批判は期待値への裏返しですので、今後の巻き返しに期待したいですね。感想やリクエストを募集していますので、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまた。